大分工業高等専門学校は大分県大分市にある日本の国立高等専門学校1963年に設置された略称は大分高専教育理念人間性にあふれ国際感覚を備えた探求心創造性表現能力を有する技術者の育成学習教育目標を大分高専では教育理念を実現するための システムデザイン工学プログラムに基づき、次の目標を掲げている。機械工学科英語で、デパートメントオブメカニカルエンジニアリング。メカニカルの頭文字から、通称 M 化。電気電子工学科英語で、デパートメントオブエレクトリカルエレクトロニックエンジニアリング。エレクトリカルの頭文字から、通称 E 化。情報工学科英語で、 デパートメント・オブ・インフォメーション・エンジニアリング。旧称は、制御情報工学科。設置当初、本来なら、コンピューターの頭文字から、通称 C 科となるべきであるが、土木工学科が先に設立されており、C の文字は使えなかったため、制御の頭文字から、通称 S 科とされている。2012年度より、情報工学科に名称が変更されたが、通称は従来通りである。 都市、環境工学科英語で、Department of Civil and Environment, e n g i n e e r i n g の頭文字から、通称 C カ2004年度入学生より、土木工学科が、都市システム工学科に名称を変更したが、2011年度より、現在の名称に変更された。2008年度入学生以降より、名称の変更の対象となる。機械。 環境システム工学専攻英語でメカニカルエンバイロメンタルシステムエンジニアリング本来ならメカニカルとエンバイロメンタルの頭文字から通称 ME 専攻となるはずなのだが機械工学科と都市環境工学科の両方の性質を合わせ持つ専攻科という意味から MC 専攻と呼ばれている電気電子情報工学専攻英語でエレクトリカル エレクトロニックインフォーメーションエンジニアリング。本来であれば、エレクトリカルとインフォーメーションの頭文字から、通称 A 線工となるはずなのだが、電気電子工学科と情報工学科の性質を合わせ持つ、線考科という意味から、ES 線考と呼ばれている。ここにも制御の頭文字である S が使われている。総敷地面積は126,579平方メートル。 そのうち寄宿舎と職員宿舎が6935平方メートルを占める。学校施設及び学生寮はほぼすべての部屋に学内ランへの接続ポートが整備されている。ただし学校施設及び学生寮館との間でネットワークは別個のものである。学生寮にはインターネットへの接続回線として公回線が配備されている。校門前には コンクリート製モニュメントが置かれている。これは彫刻家建て、旗里市作りの作品である。このモニュメントの足元にある小さな見陰石には、カールヒルティによる言葉、アモール・オムニア・ビンセットが刻まれている。これは日本語訳にして、愛はすべてに打ち勝つという意味であり、学校関係者の間で共通の認識となっている。校内の施設は多くが渡り、 廊下などで接続しているが、分離しているものもある。それらに関しては、校内の道路を通ることになるが、屋根等はなく、天候によっては傘などが必要なこともある。接続している施設分離している、施設国内大学。ありがとうございます。